すみません。そいやこんな、今年30になりまして、恥ずかしながら嬉しいです。あと2年、桐生10周年で洋屋さんをやろうと決めてました。ただ去年このステージに登れなくて悔しくて、洋屋さんを4年眠らそうとしたんですけど、熟成せずに2年、洋屋さん持ってきました。ああもう何も言えません、戻ります。こんな大勢の前で踊れる桐生、幸せでございます。ただ一つだけ言わせてください。もう一人仲間いたんです。私たちにはもう一人仲間がいまして、8年前に桐生というチームを作り、この最後のステージで踊ることを夢見ました。それがやっと果たせたと思います。桐生に Z がついてます。 Z も仲間の一人です。それでは踊らせていただきます。桐生構え。はい、ほんまに失礼いたします。姫路で生を授かった祭りバカ集団桐生にございます。このみんなが夢見るステージの上で笑顔で踊ります。一度目をつぶってみてください。どこからか聞こえてきませんか。本物の太鼓の音色にございます。日本の伝統、播州の文化、そう桐生の祭りの幕開けでございます。皆様どうぞ大きな手拍子をお願いいたします。
来年からどうしたらいいか分かりません。とりあえず今日一日ありがとうございました。はい、ありがとう。